陸を探して、海を探して、空からも探してみたけど見つからない。空から探すのいい方法だと思ったんだけどな。こうなったらもう一回海の中探してみるなと。今度は私も潜るよ。それもどうだろうね。もし海のずっと深いところに隠れているんだとしたら、さすがに私たちだけで見つけるのは厳しいんじゃないかな。ネットにも新しい情報はアップされてないみたいだし、もしかしてもうこの海にはいないのかな。どこか別の遠くの海に行っちゃったとか。海はどこまでもつながってるからね。その可能性も十分あるよ。もしくは目撃情報自体が嘘や勘違いだったか。それは絶対ない。ユーマは絶対いるもん。ごめん。そうだよ、諦めるのはまだ早い。アイちゃん、そのツボは？これぞユーマ創作最終兵器、うちのおばあちゃん特製のめちゃうまぬか漬け。これだけ探しても見つからないってことは、ユーマは私らが自力で探しに行ける範囲にはいないんだと思う。だからユーマが好きそうなものを使っておびき寄せるんだよ。もうこれしかない。題しておいしいご飯でユーマを釣り上げよう大作戦。餌にそのぬか漬けを使うってこと？どうしてぬか漬けなの？カッパっているじゃん。あれって確かキュウリが好きなんでしょ。ちょうどうちにもキュウリのぬか漬けあったから、いけるんじゃないかと思って。なんでカッパ？そりゃ同じ水に住むユーマだけどさ。そのままより栄養たっぷりで100倍は美味しくなってるから、ユーマも絶対食いつくよ。いける。今度こそユーマに会えるんだ。早速やろう。アイちゃん、ぬか漬けはどう使えばいいの？釣りみたいに針にくっつけて遠くに投げられればいいんだけど、あいにく釣り竿ないから。手で投げる。そんな手で投げたりなんかしたらぬか漬けがそのまま海に沈んじゃうよ。それはまずいんじゃない？野菜だし油も使ってないし大丈夫じゃない？そういう問題じゃないと思うんだけど。行くぞー。ユーマだけにうまいとユーマで投げ続ける。アイちゃんのダジャレって本当に面白い。